しいな。はい、煙の中に逃げてるよな。お前そこ逃げ道なくね。あ、ですよねですよね、入るしかないなお前なワニさんの爬虫類館に今回は1匹鯉を持っていきます。はい、ということでね、ワニさんの爬虫類館の方来ました。ワニさん、今日はよろしくお願いします。今日はね、ワニさんにお土産持ってきたんでね、受け取っていただきましょう。なんだはい、こちらね、ワニさん74センチの鯉、琵琶湖さんです。琵琶湖さん、確かにね、ちょっと肉質とかちょっといいんじゃない、綺麗なね、水もあってそうなんですよ。ワニさんの飼ってるペットたちにね、プレゼントしたいと思います。ありがとうございます。ワニさん、それしゃもじですよね。しゃもじよ。え、しゃもじで鱗が取れるんですか。鯉の鱗取るのはしゃもじが一番。一番。いや、なんか動画でいろいろ高圧洗浄機とか使ってましたけど。え、しゃもじの方がいいんですか。しゃもじが結局一番。しゃもじが一番。高圧洗浄機必要なかったか。高圧洗浄機全然取れない。お腹さばこうとしたら、これ卵すごい量ですね、これ。えぐい。これがやっぱり鯉の繁殖力の凄さですよね。まだまだ出てくる、まだあるわ。え、えぐ、ちょっと待って、さっき取った分だけかと思ったら、えぐ、もっと入ってる、やっば。うわ、まだある。もう半分あるのか、これ。全然ごく一部だった。嘘でしょ。これ全部卵。えぐ。琵琶湖にはね、しかも在来の鯉がいますからね、強豪になりますから、これだけで1キロぐらいありそうだな。はい、ということでね、3枚おろせました。ここまでさばいたらね、もうただただお刺身ですよ。見た目もすごいいいですよね。はい、じゃあね、まずはワニさんにこちらワニですね。めちゃくちゃでかいです。これね、動画では伝わらないって本当に言うんですけど、いやマジで実物迫力すごいです。あ、ワニさん、おお、えぐえぐ、え、びっくりした。うわ、あ、えぐえぐいな、ちょっと力強い。いやおお、すごっ、ちょっと待って、びっくりして、迫力やばいなあ、いけいけいけ、頑張れ。あ、落ちちゃったかわいいあ、行くのか。うわー、これすごいな。いや、これはエグい予想以上にエグかった衝撃ですわねえ。いや、こんななかなか見ない。しかもこれ個人で経営してるお店でこんなありえんすわ、これねえ。この近さで見れるのもいいでしょ。いや、すごい。これはね、マジで実際に見に来てほしいですね。これ実際爬虫類館いるときに餌やりとかやるんですか。そう、定期的にやろうと思ってて、お客さんもね、この餌のシーンとか見れるようにしたいなと思って。日本で取れてるカメら辺が多いんですかね、ここの池はね。俺が捕まえたカメを入れてる感じの池ですね。はい、なるほどなるほど。こちらね、小さい餌ね、あげていきます。はい、お、来た、草亀が。うちの亀もね、鯉がめちゃくちゃ食いつきいいですね。すぐ食べに来る。とりあえずどっちが勝つか。立派な草亀でしょ。あ、草亀いいですね。あ、草亀が勝った。餌いっぱいあるって。あそこでもやり合ってる。あ、そう、みんなやり合ってるみんなやり合ってるやんあるだろう、あるんだっつうのね今ミシシッピと取り合ってる南石がね、これ琵琶湖でね、僕とワニさんコラボ動画で出したやつのカメですね。元気にね、取り合ってるすごいね。凝ってるやるじゃん。こちらアロアナちゃんですね。はい、もう餌が出るところで待ってるうおい勢いすごい。ああ、食べてる。うわ、早い。ああ、落ちてるやつは取れてないぞ。ああ、落ちてるやつちょっと下手くそだな可愛いけど。お、タイガーシャベルが来ましたね。おお、綺麗に食べた。早い、もう完食ですか早いね。はい、くえさあ、おい、スルリと食べるね。かっこいいな。ひらるくが、おいもうあと一切れ下に落ちてるのだけちょっと苦手そうなまあそこにタイガーシャベルがいることでね、ちょうどいい感じですね。おい、はい、上手。すげえ、あっという間。こっちは何が入ってるんですか、これは。餌用の錦鯉。あ、餌用の錦鯉、今回ね、取れたこちら鯉の卵ですね。さあ、食べるのかな。お、ん？おお、寄ってきた、寄ってる、寄ってる。うわ、食べてる、食べてる、食べてる。まあ、めっちゃ食べやすいですわね。超食べやすいよね。ちょうどなんか人工飼料と同じ。人工飼料と同じ。沖縄で捕まえてきたテラピアも入ってるんで。あ、本当だ。こいつも多分そのうち食べてくれる。絶対食べるな。食べるか？食べるのか？お、食べた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 。おお、食べてる、食べてる。食べてる。おお、食べてる、食べてる。行くけど。なんかいまいち勢いはない。食いつきはよくない。食いつきはよくないじゃん。あるから食べるけど。ティラピアってこういう捕食形態だったっけ。なんか思ったのと違う。普通もっとガンガン来る。ガンガンね感じだと思うんだけど。最後にですね、こちら。うちのイシガメちゃん、この子はですね、今日ガサガサに行ってきた川で採取した個体ですね。動画のタイトルがね、ひどすぎるだろうっていうことでね、アライグマ被害を訴えた動画だったんですけど、その時にね取った両前足がない個体なんですけども、マリさんのね爬虫類館のこの池の方にイシガメちゃんねお預けしようと思っています。理由としましてはね、うちで繁殖させるというよりもね、多くの人にねそのアライグマ被害があるっていうことをですね知ってほしいということでね、この爬虫類館で、展示してもらうことになりましたということなので、マリさん、ではこちらうちの子をよろしくお願いします。はい、この子の説明書きもしっかり作って、ありがとうございます。アライグマに捕食されてしまったということで、みんなに広く知ってもらうように活躍してもらいたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、あー、かわいいな。両前足がないんでね、結構泳ぎがね下手くそだったりとか、陸に上がれなかったりとか、やっぱ餌も小さいものじゃないと食べれないとかね、あるんですけれども、マリさんのね池でよろしくお願いします。はい、ということでね、今回はマリさんの爬虫類館の方にですねさせてもらって、鯉をねいっぱいペットに与えて、でうちのイシガメさんもねアライグマの問題をですね発信してもらうためにね送ったということでね、今回の動画になるんですけれども、マリさん、この爬虫類館って結局動物施設になるんですよね。そもそもはうちで飼った爬虫類たちを、みんなに見てもらいたいという展示施設だったんですけども、見てもらってほんと爬虫類の魅力とか可愛さを知ってもらって、爬虫類がこの不当にね、悪く扱われたりとか、ならないような環境作りができたらなというところもあるし、今回みたいにそのイシガメとかが、アライグマの被害に遭ってるみたいな情報とかもいろいろね、外来種問題とかもいろいろ発信していけたらいいなという場でございます。今回お見せした生き物以外にもね、こういう可愛いイシガメちゃんもねいたりとかね、100種類ほどね、いろんな生き物いますんでね、ぜひ遊びに来てください。詳しくはですね動画の概要欄に書いておりますので、よかったらそちらの方もチェックしてください。それでは今回の動画以上になります。面白かったらチャンネル登録、高評価ですね、ぜひよろしくお願いします。励みになります。以上、マーシーでした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。